ピコネッシで、えー、ボイドアパートというアトリエカフェを経営しております。須を嘘の子と申します。何屋さんなのって聞かれるとちょっと難しくていろいろ屋さんですねなので、うんうん、ご飯屋さんだしカフェだし、イベントもワークショップもやるけどアトリエですみたいな。 私はもう一つそのこっちのアトリエ部分で箱みどりというプロダクトを作ってるんです。それはもともと私のお家で作ってたんですよ。で、お家がやっぱりどん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 作業場が手狭になってきて、で、これは 場所がもっと広いところが必要だなという決断をして物件をこう探しに繰り出したのが本当にきっかけで探す旅に出た初日にここを見つけてすすででにキッチンの設備が整ってたんですよねこれは私のアトリエだけじゃもったいないからあのいろんな人といろんなことをやる箱に。 できるんじゃないかって、その日にひらめいて、だから探しに出た時はまだ全然アトリエ探しに出てただけだったんで、いろんな人が出入りしたり、いろんな人の才能が、こうちょっとずつここで交わったり、なんかお,お披露目されたらいいなという考えがあって、キッチン担当は今2代目で、 えー、今はねパパフードデザインという屋号であのご飯とデザートをスイーツとか、まあ、ドリンクもちょっとデザートドリンクみたいなものとかを季節限定で作ったりとか季節に合わせてワークショップやイベントをしてるんですけどその時も彼女にケータリングだったりフードの提供をしてもらったりとか何か単純にご飯を出してるだけっていうよりは。 すごくいろんな、あのー、コラボとか取り組みにお世話になってる方になりますね。なんか週末の予定になるみたいなのを結構私の中でコンセプトにしててなんかワクワクする楽しいとかそういうことがないと人生ってすごく色が薄くなるというかつまらなくなると思うんですけど。 なんか楽しみだって思ってるものの一個になりたい。できれば多くの人のそれになりたいみたいに思ってて。可能性の提示っていうか知らなかったら選択肢の中に入らないじゃないですか。すっごい言われたんですよ、それこそ。 あのお家がお金持ちなんでしょうとか、旦那様がお金持ちなんでしょうとか、結婚もしてないのにみたいな、すっごい最初言われたけど、いや違う。あの、お金がなくても、今は思想に共感してもらえたら、クラウドファンディングでもポルカでもお金は集まるし、その、インターネット、SNS だけでも知名度は上げられるし、 田舎,でな田舎でかっこいいことなんてできないっしょとかそんな時代ではもうなくなっていて大変だったけどやってよかったと思っててそう思う人が増えるといいなーって思ってるんですよ。ハードルを下げたいっていうかやるかやらないかで悩んでる暇は本当になくて1日でも1時間でも早くやって。 やた方がいいし、やれるからみたいなまあなんかすごい簡単なコンセプトは廃材かける植物一本一本の植物の個性だったりとか全然違うんですよね個体差みたいのすごいあるからそういうものに注目して「あ自然ってやっぱいいな圧倒的だな」みたいに 思ってもらえるといいなと思ってガラスっていうまあ透ける向こう側が見えるっていう素材をチョイスして制作をしているっていう感じですねお部屋だと思っててなんかドライフラワーって結構崩れやすいし埃かぶっちゃうんですよ持つから で結局ブワーっていっぱい飾っててもなんかベタベタになっちゃったとか言ってなんかバサーってポイされたりとかなんか人間が描いたものってちょっと意図を感じるっていうかこれちょっと気をてらったのかなとかなんか私はいろいろ考えすぎてしまうからなんかモヤ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 してた時期があってでも植物は。 全然もやもやしなくってなんかもう造形が圧倒的すぎるし無理がないみたいなことをすごい思ってじゃあ人間がいっぱい絵描いて売ったりとかしてるんだから植物を挟んで絵のように鑑賞するみたいなのも あっていいんじゃないかと思って、二枚のガラスに挟み出したんですよ。五五代目ぐらいだったのかな。もうもう先祖代々花屋ですね。えー、っと実家が花屋だったというと、こうえー、素敵ですねみたいな素晴らしいみたいに言っていただくことが多いんですけど、現実は全然素晴らしくなくて。 私、ちっちゃい時、お出かけとかも、お手伝いさんと行くみたいな、なんか、店に働きに来てた人になんか行きたいって言ってたテーマパークに連れて行ってもらうとか、入学式のシーズン、母の日、うん、運動会とかクリスマスとか、そういうおめでたい、世間がおめでたくて、家族で過ごしてる時期、 私は妹と二人でした、ずっと。花屋がめっちゃ忙しいから。で、私は花がずっとそこまで好きになれなくて、なんか反発して、絶対にお花屋さんとかにならないから、みたいに言ってたし、18で家を出るまで、ずーっとお花見てたんですよ。ずっと。 お花見てて、なんでそこまで私はお花好きになれなかったんだろうって考えた時になんか集合体だったからっていうかもうギュムってされちゃっててだけど1本をよくよく見てみたらめちゃくちゃ面白いみたいなことに気づいて。 自分はお金が大事だと思うから私はこうやって生きていくっていうのを堂々としたかったお金じゃないよっていう派の人の方が大学時代とか多かったから主戦度みたいに思われてるんじゃないかと思ってめっちゃ気にしてた時期があってすごい好きな大好きな恩師の人に「お金なんて拍手なんやからいっぱいもらった方がいいに決まってるやろ」って言われてもう大きい拍手を。 するやろってめっちゃいいもん見たらめっちゃ大きい拍手するやろ感動したら拍手するやろ大きいお金もらった方がいいに決まってるやんなんでそこ悩むねんって言われて私めっちゃ稼いでめっちゃセンスのいいなんかパトロンババアになりたいんですよ奈良義友さんが言わはった言葉が すごいずっと心の中に引っかかっててすごい若くして自殺してしまった女性のアーティストの方がいて奈良さんのお知り合いで,でその人の描く絵はすごく不思議な絵でなかなかこういろんな人に理解がされなくてやっぱそういうのでも気を病んで自殺してしまわれたんですけどでも奈良さんがなんかこういう絵を 書く人がいいヒンクなったらこの世は闇だって言わはったんですよ全ての人には理解されないかもしれないけど誰かには届くと信じてアウトプットする人たちがいなくなったらなんか真っ黒な世界になるでも私のプロダクトも買ってくれる人がいるから成り立ってるしお金稼げてるわけで それで支援してもらわないと私ご飯食べれへんから死ぬから <laughs> なんかこんな活動を続けられなくなるからそうちゃん応援してるって言って買ってくれるのがすごいう嬉しいしそうやって私に今預けてもらったお金はいつか次の世代の光を差し込ませてくれる人たちに渡そうと思ってるんで なるべくデカめに稼いで、なるべくデカめに渡して死に、死ぬつもりなんですよ。将来、めっちゃ若くて、バチバチで、うわ、かっこいいアウトプットするけど、理解者少なそうみたいな人に出会った時に、 じゃあ君の1年分の生活費やと思ってこれであとはアウトプットだけをすればいいよって言ってポーンってお金渡せるぐらいのおばあちゃんになりたいんですよね。